どうも、ゆきともです。今回は毎週更新しているライトノベルの売上ランキング動画です。今売れているラノベをがっつりチェックしていきますので、この動画でラノベの最新トレンドをチェックしていってください。それではやっていきましょう。最初は単行本ジャンルの電子書籍ランキングから見ていきます。まずは第10位からですね。第10位、MF ブックス、はるなちゃん頑張る、フェアリーテールクロニクル第10巻。こちらは2週連続のランクインです。シリーズ最終巻ですので、じわじわと売れていきそうですね。続いて第9位、アーススタールナ、転生したら最愛の家族にもう一度出会いました第2巻。続いて第8位、GC ノベルズ、魔王スローライフを満喫する、勇者から攻略無理と言われたけど、そこはダンジョンじゃないトマト畑だ第2巻。続いて第7位、K ラノベブックス F、10年間体を乗っ取られ悪女になっていた私に、二度と顔を見せるなと婚約破棄してきた騎士様が、今日もすがってくる第2巻。続いて第6位、オーバーラップノベルス、お気楽領主の楽しい領地防衛第5巻。こちらも2週連続のランクインです。2週目でもいい順位にいますね。やはりね、こちら注目のシリーズかもしれません。続いてはトップ5です。第5位、 TO ブックス、ポンコツ王太子のモブ姉王女らしいけど悪役令嬢がかわいそうなので助けようと思います第2巻。続いて第4位、 M ノベルス、強戦士なモブ、無自覚に本編を破壊する第3巻。こちらは電子書籍限定発売となっています。最近続刊が紙書籍で出ないパターンもちょっと増えてきましたね。続いて第3位、 K ラノベブックス、レベル1だけどユニークスキルで最強です第9巻。テレビアニメが放送中の異世界チートファンタジーの最新巻、トップ3入りは悪くないですね。アニメに関してはね、ちょっと話題に上がっていない感じですけど、うちのチャンネルで見ている人いますかね。まあ、見ていたらぜひとも感想を教えてください。アニメ化効果で原作売り上げ伸びているのかどうかはちょっと気になります。続いて第2位、 GC ノベルズ、賢者の弟子を名乗る賢者19巻。わし可愛いがキャッチコピーの TS 異世界転生ファンタジーの最新巻が来ました。すでにアニメ化もしているシリーズですね。今回で巻数が19巻ということで、もうすぐ20巻が見えてきました。かなりの長期シリーズになっています。小説家になろうの方の連載は週1更新続けていますので、こちらまだまだ終わらないシリーズになりそうです。そして第1位はこちら、幼女戦記13巻。待望の新刊発売となった幼女戦記が堂々1位を取ってきました。前巻発売は2020年の2月ですからね。なんと2年半ぶりの新刊です。いや、さすがに長すぎますね。過酷な戦争に翻弄される主人公ターニャの苦悩を描く本作。いや、最新刊もだいぶ曇った表情してますね。まあ、幼女戦記に関しては、テレビアニメの第2期の発表もされているんですけど、まだね、情報出てないんですよね。一応最新刊の帯には制作進行中と書かれていますので、まあ、次の情報を出るのを待つって感じです。まあ、幸いね、原作は2ヶ月連続刊行が決まっていて、来月も新刊出ますので、そちらを楽しみにしていきましょう。ということで、単行本ランキング第1位は、幼女戦記13巻となりました。続いては電子書籍の文庫本ランキングを見ていきましょう。まずは第10位からです。第10位、角川スニーカー文庫、仕事帰り、独身の美人上司に頼まれて第2巻。のぞみこうた先生が描く社会人ラブコメの最新巻。ラノベではかなり珍しい作品ですが、トップ10内に食い込んできました。本作は、ヒロインに子作りの相談を持ちかけられる異色の始まりとなっていまして、肉体関係ががっつり描かれるんですよね。ラノベだとね、ほとんど見ない設定です。まあ、仕事はできるんだけど、恋愛はポンコツな年上ヒロインがね、かなり可愛いシリーズですので、年上ヒロイン好きはね、ぜひともチェックしてみてください。続いて第9位、ヒーロー文庫、察知されないルールブレイカー13巻。続いて第8位、ファミ通文庫、友人に500円貸したら借金の方に妹をよこしてきたのだけれど、俺は一体どうすればいいんだろう第5巻。続いて第7位、ダッシュ X 文庫、マダンノートバナディース第5章、月光の騎士。こちらは2週連続のランクイン、電子書籍限定のシリーズですので、マダンノオーファーは見逃さないようにしてください。続いて第6位、HJ 文庫、英雄と賢者の転生婚第4巻。未来転生から始まるラブコメファンタジー最新巻、安定した売り上げとなっています。本作は前世で好敵手だった主人公とヒロインが未来へ転生した結果婚約者になっちゃうイチャラブ系のストーリーとなっています。転生ファンタジーとしてもね、しっかり評価されていますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。続いてはトップ5に入っていきましょう。第5位、 HJ 文庫、最強魔法師の隠遁計画17巻。HJ 文庫の中でもかなりの関数になっている学園無双ファンタジーの最新巻。テレビアニメ化こそしていませんけど、非常に安定した売り上げになっていますね。続いて第4位、角川スニーカー文庫、
ヒゲを剃る、そして女子高生を拾う、アナザーサイドストーリー、後藤愛理下巻。ヒゲヒロ本編のその後を描く、アフターストーリーがランクイン。新刊発売はかなり久しぶりですね。まあ、主人公の思い人でもあった後藤さんとの恋愛の決着と、最後の選択を選んでいくシリーズ最終巻となっていまして、本当の意味で物語が完結となりました。面倒くさい登場人物たちが、最後に選び取った答えは何なのか、アニメ派の人もぜひ本シリーズチェックしてみてください。続いて第3位、HJ 文庫、英雄王、武を極めるため転生数。そして世界最強の見習い騎士第10巻。今年テレビアニメ化もされて人気を獲得している TS 転生ファンタジーの最新巻。トップ3に食い込んできましたね。まあ、前巻から魔道具の影響で幼女モードになっている主人公のイングリスですが、中身はね、英雄王のおじいちゃんって考えると、なかなか趣深いものがあります。まあ、アニメ化効果でね、原作売り上げも伸びていますし、今後にも注目なシリーズです。続いて第2位、角川スニーカー文庫、時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーレさん第7巻。おっとね、ここでロシレ最新巻が来てしまいました。1位を逃しましたね。これは意外な結果になっています。まあ、ラブコメラノベの中ではね、もうトップクラスの人気を誇っているジレアマ系ラノベの本作。最新巻は体育祭エピソードっていうことですが、まあ、全体的にはイチャイチャ要素強めとなっています。ただね、ヒロインレースも盛り上がっていますので、今後どうなっていくのかも注目です。アニメ化を控えているシリーズですので、こっからね、まだまだ人気を伸ばしていくでしょう。そしてね、第1位はこちら。GA 文庫、アルゴノート交渉、英雄運命、男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか、英雄譚。断末の外伝シリーズが堂々1位を取ってきました。GA 文庫の中で唯一発売日が月末だったので、今回ランキングに入ってきたって感じですね。まあ、断末の過去エピソードとなる、アルゴノートの後編を描いている本作。断末世界の歴史を感じるストーリーと、未来へと繋がる部分も魅力的ですので、断末ファン必見の外伝だと思います。まあ、断末に関してはね、今月本編最新巻も発売しますし、12ヶ月連続刊行から13ヶ月連続刊行に延長するっていう頭おかしいことにもなっています。まあ、新作ゲームが発売したりと、断末10周年のビッグウェーブはまだまだ終わりませんね。ということで文庫本ランキング第1位は、GA 文庫、アルゴノート交渉、英雄運命となりました。そして最後に紙書籍ランキングのトップ3も見ていきましょう。まあ、今回に関しては2年半ぶりの新刊となる幼女戦記や、まあ、文庫にはね、断末の外伝ドシデレと強力な婦人が揃っていますので、果たしてね、紙書籍売り上げどうなっているんでしょうか。まずはね、第3位からの発表です。第3位、 GA 文庫、アルゴノート交渉、英雄運命。電子の文庫ランキングで1位だった断末外伝が3位となりました。やっぱりね、外伝ではありますので、本編にはね、売り上げ及ばないって感じでしょう。それでもね、トップ3入りはさすがです。続いて第2位、幼女戦記13巻。待望の進化となる幼女戦記ですが、惜しくも2位という結果となりました。間が空いた分、まだ変えていない人も多そうですよね。まあ、こっからね、じわじわ売り上げ伸ばしていきそうな気がします。そしてそんな幼女戦記を抑えて、今週の1位になったのはこちら。角川スニーカー文庫、時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーレさん第7巻。電子ランキングでは1位を逃したロシデレですが、紙書籍ではがっつり1位を取ってきました。さすがの強さですね。まあ、ちなみに推定売上が出ているオリコンランキングでは、だいたいね、断末とか幼女戦記の 1.4 倍くらいの売上部数になっていました。まあ、オリコンのね、詳しい数値に関してはコメント欄にね、リンクを貼っておきますので、チェックしてみてください。で、それにしてもね、ロシデレほんと強いですね。ここからさらにアニメ放送も控えているわけですから、まあ、今ってね、第一形態みたいなもんですよ。それでこれですからね、ガチで末恐ろしい作品です。ということで、紙書籍売り上げ第1位は、角川スニーカー文庫、時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーレさん第7巻となりました。今回は人気シリーズがバチバチしていて、かなり熱いランキングになりました。以上、今週の売上ランキング動画はここまで。来週の結果も気になるという方は、この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。あと、チャンネルの応援の意味も込めて、高評価ボタンもポチッと押してもらえると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。またね。